はい、どうも、名古屋の塾講師チャンネルをご覧の皆さん、どうも、塾チャンネル野口、どうも、こんにちは。今日はですね、学校紹介をしていきたいと思います。本日紹介するのは、名古屋女子大学高等学校になります。名古屋女子っていう略し方をすると思うんですけども、名古屋女子はね、マーチングがかなり有名ですかね。マーチングが有名で、まあ、文武両道、そしてね、まあ、勉強もそれなりにっていう形で、で、ゆっくりゆっくりこう育てたいっていう方に向いてるような、そういった学校じゃないかなと思います。そしてね、名古屋女子っていうことなので、女子校になります。女子校なので、まあ、比較的安全に育てていきたいなっていう方には向くような、そういった学校になるんじゃないかなと思います。僕はね、この名古屋女子っていう学校に対して、大学の合格実績だけを見て、まあ、いろんなね、進路とかも見させてもらうんですけども、どういった学校なのかっていう雰囲気の説明をしていきたいと思います。またね、高校受験生や保護者の方、中学受験だったりとかの方もね、ぜひ見ていただいて、どういった学校、どういった進路があるから、まあ、目指すかどうかっていうのを検討していただければいいなと思います。それではどうぞ。はい、じゃあ説明していきたいと思います。まず名古屋女子のね、大体大学の合格実績を見ていきたいと思うんですけども、大体大学は 72.6% の子たちが大学への進学をしているそうです。それ以外はどこに行くかって言いますと、短期大学は 11.9%、専門学校は 10.1%、あとは就職とかその他っていう子もいるそうです。で、国公立大学は5名受かってるそうです。まあ、かなりすごいと思いますけどね。中高一貫校で、まあ、女子校っていうこともあって、ゆっくりゆっくりっていう形なんですけども、いや、やっぱり大学受験でしっかり結果を出したいっていう子も中にはいるんだなっていう印象があります。そして、大学どういった学校に受かってるかっていう話をさせていただきたいと思います。まず、やっぱりね、私立大学っていうのを見ていただいて、私立高校なんでね、私立大学を見ていただいて、推薦枠がちゃんとあるかどうかっていうのを見ていただきたいなと思います。やっぱり一番はね、私立大学のトップといえば南山大学ですよね。南山大学が2020年だと2人受かってるそうです。あと、名城大学が7人、中京大学が3人、愛知大学が2人、で、名古屋女子大学が43人っていう形ですね。あとは、まあやっぱり女子校っていうことなんで、女子大学にどれぐらい受かってるのかっていう推薦枠ですね。まあっていうのも大事かなと思います。金城が9人、杉山が15人、で、淑徳大学は一応11人っていう形らしいです。なんでね、まあ結構その名古屋女子にそのまま行くっていうだけではなくて、いろんな大学に、まあ、勉強でね、もしかすると一般受験してるかもしれないんですけども、推薦枠っていうのもしっかり持ってるのかなっていう印象ですね。そして国立大学に関してっていうのは、愛知県立大学だったり、愛知教育大学だったりとか、北海道大学も受かってるそうですね。まあ実績としてはかなり高いですよね。面白い実績を持ってるなっていう印象です。なんでここの高校っていうのは、まあ中高一貫なんですけども、高校が入ることもできます。で、印象としては、まあ、ゆっくりゆっくり育てたいなっていう方には向いてるような学校じゃないかなと思います。もう勉強がっつりやらせるっていう感じでもないですし、まあ、勉強もそれなりにやっていきましょうっていう形、そしてしっかりと、まあ、高校3年生の時に進路のところでね、押すっていう形で、僕の卒業生の子でも、まあ、最初大学受験っていうものを考えてたんですけども、まあ短期大学っていうのがね、名古屋女子あるので、そこでもいいやって言って短期大学に行ったっていう子もいます。なんでもう大学受験どうしても行かなきゃいけなきゃっていう感じではなく、まあゆっくりゆっくり育てて、しっかり育てたいなっていう方には向いてるような学校じゃないかなと思います。ただ大学受験どうしてもしたいわっていう形であれば、やっぱ塾とか行かないとちょっとカリキュラム上難しいのかなっていう印象もあります。どうしても名古屋女子って聞くと、まあいろんな女子校の中の結構ね、その下の方っていうイメージだったりとかすると思うんですけども、入るときはそうかもしれないんですけども、やっぱり大事なのはね、推薦枠だったりとかするんですよ。南山の推薦枠っていうのはやっぱり少ないかなとは思うんですけども、ここはね、正直言うと他の高校とかでも南山の推薦枠っていうのがもう1あるかないかっていう学校もあったりとかします。なのでそんなに南山に関してはまあ期待はできないんですけども、ただ女の子っぽい子たちが行けば、そういったね、高校に行けば、大学も女の子っぽい大学に行きたい、女の子っぽい学部に行きたいっていう形になるので、なのでね、そんなになんかこう南山にこだわらなくてもいいんじゃないかなっていうのは僕は個人的に思います。なんでね、金城だったりとか、まあ淑徳もそうですし、杉山だったりとかの推薦枠を持ってるっていうのはすごくいいことじゃないかなと思います。ちなみに県外に関しての、まあ
多分ね推薦はあんまり持ってないと思うので、なんで県内、愛知県内に、まあ、大学を行きたいっていう方に関しては、まあ、中学受験もしてもいいと思いますし、高校受験から名古屋女子っていう学校に入ってもいいかなと思います。まあちょっとね話はずれてしまうんですけども、一般的に共学っていうところに入ってしまうと推薦枠がね少なくなってしまったりとかするんですよ。まあ男の子も持ってったりとかするし、あとは女子校の推薦枠が少なくなったりとかすると思うので、なのでなるべくねこういった女子校の高校に行っておいた方が女子大とかの推薦枠を持ってたりとかする、あとはそういったところに目指したいっていう子が多いんで、じゃあ一緒に頑張りましょうっていう雰囲気になるかなと思いますので、ぜひね参考にしてください。参考になったってことはね、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。じゃあまたね。